ではお話伺っていきましょう。まずはアウェイ側バーレル先方に挑んでいくモケ選手、意気込み教えてください。はい、まあ、すごく大事な試合なんで、全力で勝ちたいと思います。頑張ります。わかりました、頑張ってください。頑張って。対してホーム側広島チーム、イクサアクア選手、意気込み教えてください。はい、まあ、まるで漫画みたいな状況になったんですけど、まあ、こんなに勝ちたいと思える試合ってか舞台ってまあなかなかないと思うし、まあ、そこに立てることは非常に光栄に思います、で、まあ、もちろんこの最終節に向けてチームの練習は本当に一番ぐらいにやってはきたんで、まあ、大事な先鋒戦、必ず勝って勢いつけたいと思います。お願いします。頑張ってください。頑張ってください。とこれはね見てる側もさすがにねちょっとひりついてきたぞ、さあプロとして人生をかけるこの一戦、バレル対広島チームイクサ、先鋒戦はモケそしてアクアです。まずいきなり飛び込んできたアクア、積極的に攻めていきます。ラッシュ、ここは中足で抑えながら投げて、うまくのペースはアクア上取れた、表ラッシュ下段、もう一度突きを狙いにいった、細かく刻んでもけ、ジャックケ2回から大きく体力リードは序盤に攻めたアクア、ドライブも結構あるんでこのシャガ中ラッシュっていうのがもう少し落とし歩いたが天照対空、さあここからもけどれほど奪えるか、疑似柔道から投げ様子見、爆弾も警戒してましたね、モケも。アクアも待たれてるんで打たなかった。エリアルが来ればアンチ、そいだ、うわー、 SS が出ない、抑戦カウンター、むずい、 SA ゲージは2つ、追突がだいぶ追いついたな、狙えるぞ、はい、投げる、投げは耐えられないぞ、来そう、誘った、まず1ラウンド目逆転を見せたな、モケ要所でちゃんとこのアクアがバックジャンプ OD レールローリング打ってくるでしょってところを警戒したのがかなりアクアにむしろ効きましたよね、リスクを見せつけた、それをやりづらくなったんでかなり。陽子連携からのセット、画面端をもう一度作っていくのはモケ、さあ刺しました、完全に警戒、しゃがみ中盤長距離かなり警戒します、中段、さあ中段ねじ込んだ、連勝からのそのまま SS3、 コウンリュース連勝からそのまま装填ランカー、モケが好調、逆転から流れを掴んだ、序盤戦赤強気にいった後、モケが返した後はもう完全にモケのペースで試合が進んでいきました。特にこの、まあ、ブランカ自体は割とこのディフェンス力っていうところある程度あるバックジャンプだったりから、まあ、下から出ますし投げに対してリスクをつけていけるんですけど、そこに対する対応みたいなところの雰囲気を見せられたのが効いてますよね。で、沖のしゃがみ中盤地も最軽がやついに通った、さあ打ち上げてワイルドリフトからの置き攻め、ガードシール、そしていいドライブインパクトでバーンと優先して、ボケのドライブゲージはご覧の通り、完全これもリーサルでしょ、1本未満でした。ブランカちゃん人形を起動して倒し切りまで、ゲージも相当稼いだ、完璧なラウンドです。これなら2ラウンド目の、ま、序盤からですでに SA2 使っていきそうですね、アクアは。さあうまく手を伸ばしてボケの死に寄せていく、暴れてピアダウン、いやーチャス刺している、ボケ両手連携から今度は踏んでいる、先ほどは着地からの技、うまい、よく押したから投げていく、次はどう出るか、打撃策、着地のまとわりつきは相当うまいですね、いいジャンプ、抑戦がここまで何度も来ていた、なのでアクアは垂直ジャンプをかぶせるリスクを負わせた、ジャスパードライブゲージを3本未満にしているボケ、ラッシュで追いかけて水連勝の中段を狙っていた、ただ投げるドライブゲージが少ないぞ、アクアラッシュから飛ばせない、いいサル、さあこれでモケマッチポイント、バレルが先方戦を握るか、 SA ゲージは両者ともにある、はい、前に来る、両者ともに前のめり気味、ドライブゲージを2本連続で使ってモケ、パリの構えから見えているが、おお、バーンとギリギリだぞ、こうなればアクア発動できれば相当バーンと近づきますよ、モケも飛び込みを警戒しているんですが、やはり容易には落とせない、これですね、これがキャラ対策、アドンリバラン、あー人形になってきた、お互いバーンと、これは端までとりあえず連れて行って絞りたいが、受け入れることはなかった、なるほど、対空の形よく見てる、大きい攻め、アマゾンにバランで拾って入れ替えさせたくはないが、表裏
どうだ、三角飛び、先にアクア回復、モケも回復しそう、ゲージ戻ってきますよ、戻ってきた、フルゲージ、投げる、モケはもう1個の投げられるが、シエンだったぞ、これは使わない、リーサロン見る、うわ、撃てた、マリーで下のため、完璧、あ、1、ドット、いや、これ怖いな、アクアがもう十分逆転される可能性ある、ね、インパクト、なるほど、キャンセルできず、これは面白い選択でしたね。敵技警戒小技にはインパクト、キャンセルインパクト返しちゃうと負けちゃうんで、ただボケも対応できれば SS3 が CA になっていたんで、おそらくリーサルなんですよ。難しかった、面白い選択、なんとか返した、うまい、カウント11ゴーゴーとしている、特大リターン、これも警戒している、いや偉い、ただでは気づけましたね、逃がさない、うん、下下コマンドしっかり引きつけて、体育生とバッチリですね、逆側に出した、体力リードは大きくボケ、これは玉線にかぶせる、えらい立ち強パンチにしている、ラッシュ投げを見せていたが、ここはダメージがでかすぎる、めちゃくちゃいった、パケ中足ラッシュ、 SA が1本ノーゲージでいけるか、陽子連携わずかに残る SA1 ですね、うん、サイドマッチポイント、バレルのボケ、アクアはある程度の SA ゲージ貯めつつのこのラウンド2、要所のポイントでダメージは取れているが、むしろモケの警戒を高める要因になっていそうだ、アクアはどうダメージを取るか、おいちょっ、ガンガンゲージを回していく、うん、していきますね、そしてわあ、体育師の強テンションだ、さあこの画面足、先ほどこの橋はモケ相当成功してますからね、ガンガン攻めたことによって、おこれでかい、 SA2 があるぞ、大きめでしょ、様子見、モケも無敵技をやってくると警戒していた、来たぞ本命タグ、さあアクアの勝負どころの場面、ったお減らせるだけ減らして、人形からスライしているが、移動している、上投げが後ろ投げ、これかが追いつかれた、制限3もたまるんじゃないか、踏み込んだ、うわー止めてる、勝負のサプレートフォワード、サリーサル見た、パケ中足押せる、中足逆角からドライブが全然ない、投げる、どうなのこれ、残るか、残ってる、残る、インパクト、ストリートファイター6インパクトなんです、ここのカードを切ったのはインパクト、アクア、さあフルセット追突、ソースは模型が相当あるが、飛び込みが刺さっている、さらにカウンターで打ち上げた、ダイナメージ2ゲージも近い、ここまでロッククラッシュは一度もなし、2ゲージ溜まったよ、これ来た、もう使うでしょ、さあ、ね、どんな手札を切るか、しのげるか、遅らせてパリ、次はもう一度抜ける、硬い、しのぎ切ったかボケ、ね、SA2 これしのげたと言えますね、体力リードワーカー、ただリソースはボケ、 SA3 はあるんで体力差負ける、うおー、ここをバックステップで引っ張り出せ、バウンド、ボケを端に追い詰めた、これはでも盤面は整った、 CA はコマンドはインパクトには強いはずだが、あヒット、ロッククラッシュ、ここまで一度起きていなかったロッククラッシュをガードしているボケもさすが、しかし打撃だ、打撃だ、うわー、それで後ろ投げあるの、火は昇るか、邪魔れー、鬼歴史込み、リーダーとしてここの役目乗り切った、広島チームクサ先鋒アクア、勝利を手繰り寄せた、これよかった、超いい試合やった。